では引き続いて北欧の生地、はい、布をご紹介したいと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらウニッコですね、丸めっこ、はい、色合いが今にぴったりですね。ぴったりですね。なんか茶色という表現のチョコレート色っていう感じでしょうかね。そうですね。に濃いグリーンでね。はい。未使用のようですね。未使用ですね。水通ししてないですね。はい。もうバンと壁に飾っていただくのがいいですね。はい。またテーブルに添えていただいてもいいですね。いいですね。はい。こちらもウニッコですね。はい。紫と赤、紫とエンジみたいな、そう、控えめな赤ですね。はい。これはまたいいですね。どこに使いましょう。やっぱこういう棚の目隠しもいいですし、これもいいですし、あと縦長いこう棚とかにね、こう。そうなんですよ。基本ね、フィンランドなんかではこっちが上かな。なんかまあこういう風にして楽しいんですね。そうですね、天井からね、こういうのにしたいなと、そういうのもいいですよ ね、うん、もしね、うん、長いようでしたらね、こう半分にして、はい、2箇所にね、分けて使っていただいてもいいかなと思います。はい、はいはい、こちらもマリメッコのスービですね。スービですね。はい、色がね、今にぴったりですね。ぴったりですね。はい、1977年のヴィンテージになります。生地質もすごく厚くてしっかりしてます。もう終わりですか？ちょっと、疲れちゃいました。はい。はい、でこんな感じです。はい、素敵ですね。広げてみましょうかですね。はい。こちらマリメッコのロッキーブラウンですね。うん、はい、こちらは何年でしたっけ。すいませんね、皆さん前を。1961年のヴィンテージになります。生地質しっかりしてますね、はい、でこちらの上がね、カーテン仕様になってるんですよね。はい、はい、土屋真理さんの方でしょうか。ここ上、ね、カーテン仕様になってますね。そのままパ天井、はい、こう壁からね、はい、吊るしてお楽しみいただくのがよろしいんじゃないかなと思います。はい、はい、吊るしますと素敵ですね。はい、こちらはマリメッコでしょうか、ね、マリメッコなんですね。クレジットはないんですけれども、はい、昔からね、はい、よく見るパターンでいろんなところで製品化もされているパターンなんですね、はい、なんか使って未使用の未使用ですね。水通ししてないですね。はい、これはもう本当にこう、あ、テーブルかわいいな。いいですね。素敵ですね。はい、はい、こちらはマリメッコのクーチ。クーチですね。はい。石本さん、石本藤雄さんのパターンですね。はい、なんか和を感じますね。本当ですね。なんかこう、紫っぽいようなね。はい、深みのある色でございます、はいはい、面白いですね。ここから上を使ったっていう感じなんですかね。そうですね。はい、渋いな。渋いです ね、 ね、はいはい、こちらもマリメッコですね、はいはい。
渋い、渋いですね。色合いですね。はい。ソーランピ。ソーランピですね。はい。そこはちょっと退色してますか。そうですね。ちょっとこう部分的にね。なんかこうちょっとミシン目があったりとかしてますけど、はい、この辺はコンディションは非常にいいですね。いいですね。はい。はい。いい色合いですね。色合いですね。はい。こちらはマリメッコの生地ですね。はい。ピエニのカルフンクッカ。カルフンクッカですね。はい。可愛いですね。なんか色がすごいまた可愛いですよね。バッグなんかもいいですね。あ、いいですね。いろいろとこう妄想が湧きますね。はい。はい、ちょっと切ってみましょうか。あ、テーブルクロスもいいですね。いいですね。はい、こちらは北欧の生地ですね。メーカー不明なんですけれども、ブラウンをベースに白いリンゴのね、可愛い絵が描かれてます。いいですね。お部屋に飾っていいですよね。うん、いいですね。本当に部屋に。はい、お部屋に飾って素敵です。はい、じゃあちょっとテーブルクロスで広げてみましょうか。はい。はい、あの上下縫製されてますので、うん、すぐお使いいただけますよね。そうですね、はい、こちらも北欧の生地、うん、メーカー不明なんですけれども、やはりブラウンをベースに白いお花模様がね、はい、ちょっとこうきなりっぽいでしょうかね、お花模様が。フィンランドでは結構 見かけるような ね, ね、これなんか黄色系もなんかこんな感じでね。そうですね、可愛いのが多いですよ ね、うん、はい、いいですね、はい、テーブルクロスにも気兼ねなく色と使えますね。そうですね、はい、はい、こちらはマニメッコの生地でロンポロです ね, ですね、はい、今の季節にぴったりの色ですね、うん、で綺麗に縫製されててマリメッコのタグがついてるんで、なんか製品、既製品のようです ね、この大きさだと何に使うんでしょうか ね、部分的に使ってもいいですね。そうですね、はい、こんな感じです。はい、はい、こちらはフィンランドの生地ですね、うん、赤いベースの色に白の ドットって言っていいんでしょうかね。そうですね、で描かれたリンゴの模様がとても可愛いです、うん、はい、これはあの上下左右切りっぱなしですね。はい、辻岡さんもう疲れたようですので早くします、はい、リンゴこれからね、そうですね、ますます美味しくなりますからね。季節的にもちょうどぴったりのパターンです ね、宮城でもねたくさん美味しそうなリンゴ売ってましたね。売ってました、はい、でもちょっと重いんでね、そう、あの買ってはこなかったんですけど、はい、こちらはマリメッコのピエニクルクネンというパターンですね、はい、はい、あのベースはこれマスタードって言っていいでしょうかね。そうですね、マスタードの上に黒でなんかこうクラシックなね、はい、パターンでございます。なんか未使用のようですね。未使用ですね、はい、はい、何作りましょうかね。ね、楽しみですね、うん、いろいろと、はい、はい、ダイナミックですね、はい、はい、こちらも北欧の生地ですね、うん、このダイナミックさは本当北欧
ならではって感じがしますね。はい、途中学さん疲れたでしょ。はい、すいません、はい、はい、ベースはオレンジでしょうかね。ね、この辺オレンジに黄色に、黄色に、まあ、この辺朱色が入って、あと黒の、はい、ここ、まあ、ライトブラウンでしょう。ただこう黒い、一回洗ったことによって黒いインクがにじみ出たような箇所がね、はい、ございますけど、特にその汚れはないんですけど、なんかそんなコンディションでございます、はい、でも素敵ですよね。素敵ですね、はい、テーブルなんかにもっていいですね。いいですね、はい、はい、こちらも北欧の生地ですね、うん、メーカー不明なんですけれども、可愛いね、ピンク色にちょっときなりかかったお花模様が可愛い生地です、はい、上下が縫製されていて、ね、左右が耳っていう形ですね。もうそのまま使えます ね、 ね、はい、でですか、こんな感じ、はい、こちらも北欧の生地布ですね、はい、メーカー不明なんですけれども、赤がベースで、それちょっときなりっぽいこうストライプでしょうかね、はい、こう手で描かれたようなそんな感じでしょうかね。そうですね、このラインがね、はい、ちょっと手書きのようにデコボコしてますね、はい、味わいがございますね。で、上の方はこうやってカーテンが、はい、こう紐が通せるようになってます。はい、じゃあテーブル広げてみましょうか、はい、なんかいいんですよね。いいですね、テーブルクロスにもいいですね。うん、こちらはマリメッコ、ウニコの生地ですね。グレーになります。はい、こういうところにいいですね。大きさからピーニウニコでしょうかね、中間のね。そうですね。で、上下とこっち1箇所、うん、こちらだけが3箇所縫製されてます。ここは切りっぱなしですね、はい、まあ、縫ってもいいですしね、うん、縫わなくそのままお使いもいただけます。はい、はいはい、こちらはマリメッコのアナナスのこうミルクティーっぽいね、うん、こう色にちょっと濃い焦げ茶色ですね。はい、プリント具合からヴィンテージです ね、 ね、もうなんか事情があってこの大きさにしたんですけれども、まあ、ランナーみたいな感じでお使いだったんでしょうかね。ね、こういう感じも素敵ですよね。はい、はい、今度は切れですね、はい、雑用係さんのはこれマタスですね。あ、西本九十三の初めての色ですね。そうですね、ブラウンのマタス、これ初めて。はい、じゃあマリメッコはムイエになります、はい、赤に黒のドットで渋いですね、うん、渋いですね、はい、こちらも小物製作にぴったりです、はい、はい、こちらはマリメッコですね。面白いですね、はい、サンプル生地なんですよね、はい、ここでこう留めてあった裏にこう番号が書いてあるんで、何かを作る時のサンプル台帳から抜いたものみたいです、はい、まあ、色とね、ああっていう分かる記事もあれば、あれこれどこの部分なんだろうっていう色とね、面白いですね、いろいろなんですよ。はい、木坂さんでしょうかね、なんかどっかで見たことあるんだけどなーっていう、これユニコでしょうか ね、 こんな感じで、こんな感じでね、はい、色もそうですね、こんな感じですね、見覚えあるようなないよう な、 ないような、僕は結構な薄い感じの、分かりますかね、ガーゼみたいなんですか、はい、
いいですね。はい、なんか楽しいですね。そうですね。はい。はい、で今図書館係さんが持ってるのは歯切れですね。もともとはね、はい、あのボールポケットだったんです。これにこれベースでしょうかね、はい、でこれにポケットがついてたんですね、はい、それが分解されて売っておりました。はい、こういう生地ですね。上にまあ3箇所ぐらいでしょうか、下に大きい。そうですね。ですので、うん、あの若干このベースの生地の方にはこうあの日焼けしてしまってね、そうですね、はい、薄い部分と濃い部分、退色してしまった部分とこう出てしまってますけれども、うまくねベルト歯切れにして ね、 そうですね、使っていただけるといいなと思います。こっちはこっちでなんか他の生地をポケットに当てていただいて、はい、そのポケット部分はポケット部分で何か使っていただくっていうのは面白いですね。面白いですね、はい、こういう生地で す、 そうです。はい、私の方はコンポッティですね、マリメッコの、はい、かわいいですね。はい、私のはグレーのミニユニッコですね。はい、両方とも水通ししてないですね。してないです。はい、同じくミニユニッコの、はい、私はお花の部分がネイビーで、はい、中心と茎がオレンジでしょうかね、はい、あります。はい、私の方はベージュで中心の茎の部分が黒でしょうかね、はい、どちらも小物制作にぴったりです。はい、はい、ということで以上でしょうかね。はい、はい、なんか今回も盛りだくさん。そうですね。ムーミンがね、また可愛くてね。うん、はい、あの作家のね、エナさんがね、一つ一つね、うん、あの柄を選んでね、はい、作ってくれた。はい。ということで、10月もます、もう早いですね、終わり。本当に早い。あとだから、この販売はあとしばらくして11月、ね。11月です。今年もあと2ヶ月。ねえ。なんかいろいろね、あのこの辺周辺でもイベントがね、うん、今ちょうど秋のイベントが真っ盛りですね。真っ盛りって感じです。そうですね、はい、でもそんな中ね、こう日中はこうやってちょっと暖かくても日差しがあって、はい、朝晩はかなり冷え込みますので、はい、と皆さんね、あの風邪などひかれないようにねしていただきたいなと思います。これから楽しいこと、そうです、いっぱい美味しいものたくさんですから、そうです、はい、ね、私たちもね、鳴子の温泉行って元気いっぱいになってきましたので、はい、うん、引き続き頑張りたいと思います ね、 そうですね、はい、ということで今週も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。